皆さんこんにちは、ラピ TV です。本日はヘリオビアで見つけた太陽に現れる日の鳥型 UFO が太陽に向かって急に方向を変え U ターンする様子を皆さんにご紹介します。地球の物理学の理論では到底考えられない U ターンの仕方、高速走行で上部から現れ太陽の近くで急に方向を変え速度を落とさず U ターンします。こういったことは地球の物理学では考えられない現象です。速度とサイズは大きなねじれを引き起こし、その部材はおそらく壊れるか燃え尽きるでしょう。そして惑星サイズのこの大きな火の鳥型の物体がそのように近づいたり方向を変えたりするという考えは、それを太陽から引き離す力であることを意味します。別の可能性は、物体のエネルギーが太陽と反対の極性にあり、その距離で反応した場合の磁気反発ではないだろうとかという、説があります。磁石の反発といいますか、磁気の太陽がプラスとしたらこれがマイナスで、プラスとプラスは反発しますよね。それと一緒で、まず引きつけられるマイナスのこれ極になっていて、太陽に引き寄せられたところを利用して今度はプラスに変わって、プラスの太陽と反発作用が起きて磁力の力で反発して飛んでいくのではなかろうかというある説があります。果たしてそれは本当なのでしょうか。それでは写真の方から、今日これが本当に実際にね、瞬間ではなく近づいて U ターン、高速 U ターンするところをご覧に入れます。まず写真からです。どうぞ。これが現れたところです。時間は2022年12月19日19時30分07秒です。heliobia.org のリンクは下の概要欄に貼っておきますので、この日にちラスコ C3 のこの日にちを入れたら見ることができます。そして次です。そして次の瞬間はこの赤い位置に移動しております。そしてどうなるかと言いますと、連続写真でお見せします。ここに移ります。そしてここ、はい、そして U ターンしていきます。戻しますよ。はい、ここからもう一度お見せします。コマ送りです。はい、これが高速 U ターンしているところの瞬間です。この地点、赤の地点で U ターンします。はい、そして上の方に上昇していきます。その消えた瞬間に現れたのが、ここに現れた火の鳥型です。別のものかもしれませんが、こう U ターンしてここに現れたのかもしれません。それは皆さんの想像、推測、ご意見、いろんなご意見、コメントでお待ちしております。そして次です。これが U ターンしたのを、フリーハンドで描いたものです。その他にもたくさんの葉巻型、大型の巨大葉巻型も現れております。ここから右下方向に現れて、この位置で急上昇をして、さらに角度を変えて U ターンしながら上昇して消えていきます。この連続動画をお見せしますので、最後まで見てください。今日のスクープ映像となります。そしてこれ、はっきりと火の鳥型が見えてますよね。角度的にこちらが前だと思います。後ろに尾を引いてますよね。そしてこれが次の瞬間、ここに小さな、角度を変えるんでね、こういうふうに大きく見えませんが丸く映って、
その次にはここに移ります。そして右に行って上昇していくと、その後ここに現れるといった状況となります。そしてこれがその後現れた葉巻型の巨大 UFO が点々と映っております。この葉巻型だけでも相当な140万キロぐらいある長さの葉巻型円盤があるとあらゆるところに現れております。それでは早速まず動画最後にお見せしますので、まずそのヘリオビア実際立ち上げてお見せしたいと思います。これがヘリオビア .org です。概要欄にこのリンク貼っときますので、この設定2022年12月20日06時30分ちょうどから始めてください。そしてここは15ミニッツにしてください。そして双方ラスコ C3 で、この葉巻型円盤がたくさん現れている映像が現れます。そして15分おきに送っていきます。はい、15分送るとここに現れましたよね。見てください、この小さい白い点がそのあの火の鳥型です。そして次15分送ったら少し動きますよね。そしてさらに15分後、極端な V 字の U ターンをやってのけます。太陽の引力に惹かれず、太陽とは別方向に急速 U ターンして、急速な速さで上昇していきます。この速度はもう光の速さに近い速度だと推測します。分かる方はその速度をまあ割り出してください。そして戻ります。はい、この時の距離バースケール出してみます。はい、バースケール出しました。これがまあだいたい143万キロあります。ということはここ143万キロ2倍だから約280万キロぐらいの距離です。いいですか。そしてさらに、はい、上昇します。そして消えていきます。戻しますよ。はい、戻ってきます。この白い点です。はい、これが約143万キロ離れてます。太陽とこの物体は143万キロぐらいの距離。そしてさらに戻します。一番これが近づいたところでしょうかね。その半分、まあ、5、60万キロまで近づいております。そして、はい、逆転もっと近づきますね。これで、まあ、30万キロぐらい一番近づいたところです。そして逆転で戻します。そしてここ、そしてこういう風になります。ここでこれですよね、現れます。そして近づいていきます。はい、次の瞬間ここから一気に、まあ、80万キロぐらい飛びます。そして次、はい、ちょこっと動いて上方向に消えていきます。はい、これです。今日見つけた明らかに火の鳥型 UFO が究極の太陽に向かってその後方向を変え U ターンする映像を今日はご覧に入れます。それの動画撮りましたので皆さん見てください。説明しながら終わりたいと思います。最後に究極の動画どうぞ。はい、今ちらっと現れましたよね。はい、今これがオリジナルです。もう一度見せますね。オリジナル、最初オリジナルで速さ速いですよ。はい、 U ターンしました。そしてしばらくだんだん速度を落としていきます。はい、今火の鳥現れました。そしてはい、これが U ターンしているところです。コマ送り、さらにスーパースローズームです。もう一度コマ送りでいきます。どうでしょうか、わかりますかね、一瞬のことなんですか。はい、これです。太陽に近づいて U ターンして去っていく、この速度はべらぼうな速度です。普通波のここにね異星人が乗ってたとしてもこの重力とか G には耐えられないと思いますが、そういったことを全てコントロールしているものだと思います。遥かな地球人から考えるともう完全に地球の物理の理論を超えた、まあ、動きをしているということになります。完全に地球の物理学が全く根底から覆るような動作をしております。果たして皆さん
彼らの乗り物は何でできているのでしょうか。こういったズームスロー映像でお見せしておりますが、これだけの大きな地球サイズの物体がこれだけ太陽に近づいて急激な U ターンをする映像を今ご覧にいただきました。これどうでしょうか。もう一度画面を戻します。はい、どうでしょうか。いきますよ。はい、これが U ターンする瞬間です。で、上に去っていきます。これがスローのズームです。では最後にもう一度早いやつ、はい、これです。どうでしょうか。もう一回お見せします。ノーマル速度、はい、現れました。これというふうになります。ぜひ皆さんもこの設定で見てみてください。初めてこの瞬間しか現れない火の鳥型 UFO が太陽に向かいながら向きを U ターンする驚愕の映像を今日発見しましたので皆さんにご紹介しました。また不思議な映像見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。ではまたです。ラピッTV でした。